全国宅建受験生の皆さん、こんにちは。レック専任講師の水野と申します。今日ですね、年末年始の過ごし方というタイトルでですね、お話の方をさせていただきます。宅建試験、終わりましてね、合格発表も終わりまして、一段落というね、我々言ったところなんですが、実はもうすでにですね、2015年向けの講座というのはね、生講座始まっております。で、私もですね、もう収録はもう当のもう1ヶ月以上前から始めましてね、で、生講座も今月12月、今月からですね、始まるというね、そんな状況でございますね。要するにね、動く方はもうすでに動き始めてる。これがね、現実なんでございますね。昔だとね、どうでしょうか、皆さん宅建受験するで、初めてこれから受けようっていう方は宅建受けようかな、で、先輩いろいろ言うことを言う方がいると思うんですよね。宅建なんて2、3ヶ月ありゃ受かんだろうっていう人もいれば、いや最近なめんなよ、本気でやんねえと受かんねえぞ、1回じゃ受かんねえかもしんねえぞみたいにね、要はね、脅すような人とね、分かれると思うんですよ。これはね、昔受かった人って、1ヶ月2ヶ月やりゃ受かんじゃねえのっていうね、そういう人多いと思います。なぜなら昔ってね、ちょっとこう行きとかね、帰りとか電車のところで過去問ちょろちょろってやっときゃパッとできたよね、そんな時代もあったんですよ。ちょろちょろポンっていうのはさすがにね、もう何十年も前ですけどね、さすがにこのもう10年とはいえず20年ぐらいはもうそれなりにちゃんとやらないとできない時代でしたけどね。だけどやっぱり今と比べるとやっぱり10年以上前の問題と今じゃちょっとね違うんですよ。もう性質がちょっと覚えりゃできた問題が、問題覚えただけじゃできないんですよね。ちゃんと現場で当てはめて考えてやらなきゃできないような、そんな問題になってます。やはりね、択一選択式の問題としては難しい難関の部類に入る試験になってきてるんですよ。それを考えるとやはりね、基本的知識というのはもう早いうちやんなきゃいけないっていうね、そういう時代になってきちゃってますね。なのでかなり早くから始めてる方は多いです。で、あとですね、悔しい思いされた方多いんじゃないですかね、この動画を見てる方は。やっぱり12月この時期に来年のことっていうね、年末年始の過ごし方なんていうタイトルでそれで見てみようかななんて方は、来年は絶対なんとかしたい、絶対合格する、もう今年みたいに悔しいことには悔しい思いはしたくないっていうね、そういう方は多いでしょうね。やっぱりね、鉄は熱いうちに打てとかね、いう言葉もありますが、もう始めるなら早い方がいいですね。で、初めて受ける方もね、レベンジ組 もうどちらもそうです。どうですか、年末年始の予定決まってますか皆さんね、どうですかね。年末年始、いや、どこ行って、クリスマスはね、どこで過ごして、で、年末年始はどこ行っててね、遊びでいっぱいかもしれません。いいでしょう、遊びでも。でもちょっと待ってください。じゃあその遊びでもいい、来年の1月からね、気持ち新たに始めようと思う方も多いでしょうね。本当にいいんですかっていう話なんですよ。今せっかく12月この時点で年末年始の過ごし方ってこういうね、ものを見ていただいてるってことは、やる気ありますよね、片隅に。でもやる気あるけど体が動かないっていう、そういう状態ですよね。動かしましょうよ。これね、やっぱり例えば初めてやる方も今やろうって思ってるんですよね。やろうって思った時、思い立ったが吉日っていうね、昔のお坊さんはいい格言言いましたよ。その時始めないと気持ち薄れちゃうんですよ。始めましょうよ、どうせクリスマスとか正月で、もうダラダラしてどうせやる気そがれんですから一度は、だけど今やろうと思ったら、今から始めることによってまた正月明けてからやろう、3月に過ぎたらやろうっていう気力あふれてくるじゃないですか。それが正月明けから始めようかなっていうと、正月明けからダラダラして結局2月3月4月って願書配布とかになってんですよ。でまたね、そこから慌ててやったって、もう1回でそんなのなかなか受かる時代じゃないですから、早くからやりましょう、今から意識してんだったら。あとリベンジ組の方ね、1点差で落ちた、ほんと悔しいですよね。はっきり言ってね、1点とは言わず、5点合格ラインに5点ぐらいの差だったら、これ実はね、勝ち負けなんですよ。要は問題の相性とかで受かってるかもしれないんですよ。でもそれでも落ちたというのはやっぱり勝ちきれなかったんじゃないですか。1点差でも負けは負けなんですよ。それ認めなきゃいけない。それ絶対来年受かろうってもう決めてください。来年がもう最後だ、絶対受かると決めてくださいよ、改めて。じゃあ決めた、その意識持ったら、その決めただけじゃなくて始めましょうよ。これですか、もう例えば受験組、リベンジ組なんて10月の試験から、もうわーって言って、もう終わったって言ってフェーってなって、もうその終わったって瞬間、フェーってなった瞬間、3割ぐらい抜けてるんですよ。でもう1ヶ月ぐらい経ったら半分ぐらい抜けてるんですよ。今やってくださいよ、過去問とか。あれみたいになる問題結構ありますから。やっぱりは、もう今でもなくなってきたですよね。
これでどうですか、あの例えばあの年内に何もしないですよ、ボケーっとしててね、クリスマスでへーってね、忘年会でへーって酒飲んでパツかぶってゲラゲラ笑って、で年明けて餅食ってダラーっとしてて、しまいにあの除夜の鐘あるじゃないですか、煩悩108つ消すんですよね、ガーン、もうガーンって1個聞くことに37章目ガーン、報酬額の制限ガーンみたいにね、108つ消えますよ頭から。やりましょうって、要するにこの年末の過ごし方って大事なんです。悔しい思いした時のすぐのところって大事なんです、入りって。だから何にもしないんじゃなくてやりましょう今から、これ見たらもう今からやりましょう、今日から始めましょうよ、初めての方もリベンジ組も今日から始めましょう、どうせ息切れますから。でね、勉強を早くからやらない理由って絶対こうなんです、今からやっても忘れますから。うん、バカじゃねえ今からやるから忘れる、あのね、直前からだって忘れるもん忘れるんですよ、忘れたら覚える、覚えてまた忘れるんです、どうせすぐ、そしたらまた覚える、でまた忘れる、でまた覚える、また忘れる、それね5回ぐらい繰り返してごらんなさい、頭に入りますから、要するに人間っていうのはね、忘れる動物なんですよ。その忘れる動物なのに、忘れるのが怖いから、忘れるのが嫌だから直前になってやる、はぁんですよね、違うんですよ、早いうちからやってガンガン行ってください、やれるとこまで、そうするとそうですね、感覚的にはもう2月ぐらいには息切れるんじゃないですか、いいじゃないですか、息切れたら休めば、でもまた復活してやれば1回やったところってどうですか、すぐまた思い出せますから。要するに今やると忘れちゃうから、テンションが続かないから、集中力続かないから、いやいやいや、集中力続かないなんて当たり前なんですよ。だけど当たり前だけど、今からやって全力でやって集中力切れたらまたリフレッシュしてまた始めればいいじゃないですか、どうですか、こういう感じですよ。要するに右肩あたりで合格なんてね、そういう甘い時代じゃもうないんですよ。要は上がってあダメで、上がってあいやいや、だんだんこうなってきますね、こうやってね、こうやって実力って上げていってください。それが一番合格の早い道です。早いこと、早い時期から始めて損ないです。早い時期から始める方が絶対に決まってるんですよ、だね、忘れちゃうから、早い時期から始めても息切れるから、もう息切れるのなんてね、遅く始めたってね、勉強どうせ嫌いでしょ、勉強、嫌いなもんをねやったってね、なんもね息続くわけないんですよ、切れるんです息は。でも切れるけど、その切れる前提で今から全力でやりましょうよ、そうするとね、全然違った来年は展開になるんじゃないですか。要するにね、油断して、まあ、直前で、願書配布してから、願書出してからやりゃいいやと、大体ね、あと1点差でね、悔しい思いした方って3分の1くらいそういう方いますね。もうあと1点だから来年は受かるでしょうと、甘いです、超甘いです。来年は来年です。初めてやる方よりね、複数の受験年、要はリベンジ組の方が絶対有利なんですよ、だけど女有利さなんてもう新規でね、勢いに乗ってね、いけちゃう人と比べてそんな大したね有利じゃないですよ。これ考えたらね、早い時期からやっていただく。で、3割ぐらいって言いましたがね、7割ぐらいはね、油断はしないんですよ。でも油断しないんだけど、やっぱりどうしてもね、出遅れちゃうんですね。で、出遅れちゃうと、ああ、もっと早くからやっときゃよかった。ね、あと1週間あればと、試験前になんか言うんですよね。いや、1週間あればってもう、納期決まってんですから、試験の期日決まってんですから、そこに合格するって決めなきゃダメだって。ガイダンス聞いたことは、いただいてる、聞いたことはある方は、ね、私毎回言うと思いますけどね、絶対に決めなさい、合格するってって言っています。そこのところをね、決めていていただければ、もう今やろうと思ったら今が始め時ですよ、やってみてください。でそこでですよ、まあ、一応レックでは、プレミアム合格フルコースっていうのをね、まあ、結局講座の宣伝したかったんですけどね、プレミアム合格フルコースってのがあります。これはインプット、アウトプット、そして模擬試験とか、もう合格に必要なエッセンスが全てね、詰め込まれているという講座なんで、まあ、そういった講座、どうですか、お金払っちゃったらやるしかないじゃないですか。お金払っちゃいましょうよ、払っちゃってやり出しましょうよ、もう来年逃げられないようにしましょうよ、お金払って。ということで、プレミアム合格を送る方向が、まあ、いいんじゃないかなって私は思いますね。やるんであればね。あとはまあ、そうですね、講座は1月からとかいう方でも、レクの講座って、繰り返し聞けるんですよね。例えば生で来た方なんていうのは乗り入れとかもできるし、1回聞いた講義2度3度同じ講義聞けるんですよ。で講師いっぱいいますからね、何十人もいますからね、要は会う講師は探してこう旅するみたいなね、そういうのもあるんですよね。そういうこともできるんですよね。早い時期から始めた方が絶対得なんですよ。だからどうせやろうかなって思ったら、もう早いうちからぜひおいでくださいと、まあ、この宣伝がしたいからこれやったわけですが、まあ、少なくとも宣伝抜きにしても、やろうと思った時にやり始める、これは大事だと思います。
でやり始めたからには絶対合格すると決めてください。受かるかな、受かればいいな、そんな程度でやってると今の卓球試験合格しませんから、絶対受かると決めて、そして年迎えてください、年明けを。そして年明け新たにもう初詣は合格しますようにじゃない、合格しますんでよろしく神様と、いうようなお祈りしていただくと、最高の新年が迎えられるんじゃないでしょうかと、言ったところで、10分経ちましたんでこれで終わりになりますが、皆さんのご検討をお祈りいたします。はい、それではですね、年末年始の過ごし方、タイトルで、お話しさせていただきました。はい、それでは皆さんご清聴ありがとうございました。